ぐらい。どまあこれ指導するでもいいけど、ちょっと軽く指導しましょうか。どうぞ。まず右手で普通よくはこの右へやって、ボール左やって、左、はい、右、はい、左、はい、左、はい、そしたら次にですね、次なんだっけ、ピカピカ、外に、ね、ピカよく光ってるんですけど、横浜光ってるイメージ、はい、でくるっと人差し指でこうグーッと横浜か、そうです。そしたらちょっと少し遠慮がちに一回後ろに、あ、ごめんなさい、なるほど、内側に向いて、右手で、そうです、右手です。で、左手を、左手できれば指と指をちょっとグレーとちょっとこう、繊細な気持ちになる、小指のつなぎみたいなやつ、はい、で、ちょっとだけこう指を絡める、かかとからキュッキュッキュッ、いいですね。で、そのまま私が一番ナンバーワンよみたいな、なるほど、ちょっと気取ってくださいね、はい。もう一回やっていきましょうか。いきまして繰り返しで、左、左、右、左、はい、横浜、ブルーライト横浜、右手を向いて、内側で、左側で、はい、キュイスト、キュイスト、一番裏、一番、はい、そしたらは B メロというかサビみたいなところに来ますね。そしたら右手遠隔に遠くを遠い目で行って、あの色みたいな感じです。はい、4枚いきます。はい、4枚いきます。1、2、3、パン2、2、3、パン。次小舟をこぎます。右に2つ、はい、左にも小舟です。2回、もう1回進みます。1、2、3、パン1、2、3、もう1回小舟、ちょっと揺れる、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、ジュリーですね、これジュリーのテンポですから、この内側向いて、そうです。そして下からも倍増を抱きしめて、はい、大きく背を広げて、自分を抱きしめたくないんだけど自分を抱きしめましょうね、はい、で、揺れる、自分はこうちょっと揺れましょうか、こう考え深く、はい、そうです。その余韻を引く感じをよろしくお願いいたしますね、はい、はい、これがリズムですね。そうですね。で、一番最後、さっき作りましたけど、はい、せっかくなんでピカピカしたので、一番最後は横浜が終わった後のこのピカピカの後にもっとキラキラしてください。キラキラキラー、それでなんとなく終わってください。なんとなくなんとなくやったんじゃないんだ、はい、はい、
いいですね。はい。ちょっとこれもう一回音をかけてください。そうですね。やってみたいですね。ね、皆さんよろしいですか。よろしくお願いいたします。それではじゃあトラックのいくつだっけな。横浜7電話の。